個人経営から法人化をします。70歳社長1人です。社会保険はどうなりますかというご質問に対するですね、回答をしていきたいと思います。現在ね、個人事業主ということで70歳の方が法人化、株式会社とかですね、携帯は問わず、とにかく法人にされるということになって、社長様お一人、いわゆる一人法人ですね。で、法人から報酬を受けるということになると、社会保険はですね、これは健康保険に加入することになります。で、厚生年金はですね、70歳を過ぎるともう加入をする必要はありません。で、ただですね、もしこの方がずっと個人事業をやっておられたんじゃなくて、昔厚生年金に入っている会社にもですね、加入されていて、その分の厚生年金、老齢厚生年金も受けておられるということになりますと、この方個人事業主時代はですね、老齢厚生年金を受けられたと思うんですけれども、法人化して法人から報酬を受けるとなると、この報酬とですね、老齢厚生年金との調整の対象になります。ですから報酬が一定額以上ですと、年金がもう全然ストップされるということになってしまいますのでね、そのあたりをご注意いただきたいと思います。これは何歳になっても同じです。社長様でいらっしゃる限り、報酬を受けられる限りですね、会社から報酬を受けられる限り、報酬の年金と報酬の調整の仕組みは対象となりますのでね、そのことまで含めて、法人化するのがどこか、しない方がいいかというのは十分チェックをされた方がいいと思います。税法上の節税メリットだけで考えるべきものではないと思いますので、ご注意いただきたいと思います。